い、こんにちは、石原スポーツです。皆さんお元気ですか？今日は久々に、前も何回かもやりましたけどね、カラーオイル取り上げたいと思います。これ黒なんですよ。本当は黒なんですけど、これちょっと一部分やってみて、どんな感じで使いますかっていうね、お話でございます。それではどうぞ。はい、じゃあやっていきますね。今日使っていくのは Z さんのカラーオイルなんですけど、これも新しくなってパッケージ赤くなってますけど、こんな感じです。はい、ブラック、それからスポンジ、それからブラシ、それから仕上げ用のムートンですね。あとタオル、拭き取り用のタオルですね。はい、これだけ準備できたらスタートできます。で、ここ写真撮っとこうか。これね、よいしょ。はい、ということでここやっていきたいと思いますね。はい、そんなにたくさんつけても急に色つかないんで、ちょっとずつよく伸ばして、よいしょ、でやっていきます。この辺ね、でちょっとの量をね、こすり込んであげて、で少しの範囲ずつやっていきます。うん、で一回塗ってみて拭き取りますね。よいしょ、これ表に残しておいてもダメですからね。このタオルにつかないぐらいまで拭き取っておきます、うん、今こんな感じですね。で、足りないかなと思ったらもう一回同じ作業を繰り返します。拭き取り、うん、これでもいいけど、もう一回やる？もう一回ぐらいやっとこうか。動画だからね。これぐらいですよ。うん、だいぶ黒くなったんじゃないか。
こんな感じです。じゃあちょっと仕上げますね。まずは豚毛ブラシから。あのブラシは自由に使ってくださいね。これうちのやり方です。はい、じゃあ次に、ま、はい、じゃあ仕上げにムートンですね。よいしょ。はい、まあ、キリがないですからね。こんな感じになりました。やったとこ、やってないとこどうですか。あ、写真撮っとこうね。皆さんにも見せないと。はい、という感じでございます。今日はカラーオイルの使い方、補色という作業になりますね。はい、どうでしたか。じゃぎーん。はい、変わりましたよね。コツは全部いっぺんにやろうと思わないで、まあ、あの分割して、まあ、何日かに分けてもいいんじゃないですか。あのゆっくり、あの部分部分で、狭い範囲をねしっかりやっていくっていうのがコツかと思います。いっぺんにダーってやろうと思うと途中でああってなっちゃう時があるので注意しましょう。それでは皆さん、さようなら。はい、前やりましたけど見せておきましょうか。普通の軟式バットはこう中がくり抜いて蓋が線がしてあります、軽くするためにね。ですがこちらの新しく昨今出てるルイビルとかワールドペガサスさんのバットは中抜きなし、公式と同じ詰まっておりますので、ヘッドが重い、ヘッドの力でボールを飛ばすということですね。お客さんもいらっしゃったようなのでこの辺で失礼します。それでは皆さん、さようなら。